この動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、ビシエド選手がむちゃくちゃ狙われている動画はご覧になりましたか？見ていないなら、別にご覧にならなくていい。このチャンネルでは野球の楽しさを変な角度からお送りするぜ。面白かったらチャンネル登録してください。さて、阪神は泣いても笑っても今日が最後の試合だった。今日は別の動画を出す予定だったが、今日だけはトラテレで確認ができるので試合結果の動画を出すぞ。このチャンネルって伸びてる阪神の動画が少ないから、ウプ主は阪神ファンと認知されていない可能性があるぜ。さて、今日の結果を見ていくぞ。阪神の先発は青柳投手、中日の先発は小笠原投手。スタメンは両チームこんな感じだ。大山選手が復帰しているぜ。中日は中日でビシエド選手が欠けている。阪神にとっては優勝、中日にとっては、再開回避の大事な試合だ。結果から言うと4対0で負けた。2回表の糸原選手のエラーが痛かったな。毎年の課題だぜ。2回の裏に矢野監督が早速動く。ランナー1塁、3塁の場面で、9番青柳選手に代わり、小野寺選手を代打。結果はショートフライだったぜ。5回の裏、およよが一時満塁で降板。続投に馬場選手がマウンドに上がる。あかんかったやつだぜ。西満塁で大島選手に打たれて3対0。しゃあない。今日の中日小笠原投手がむちゃくちゃ良かったぜ。ストレートも走っていたし、変化球もキレキレだった。正直、今日は打線も繋がらない、中継ぎが打たれる、エラーを出すなど2021年の課題が出まくった試合だった。打線の調子がシーズン終盤、結局きちんと上がりきらなかった。ちょっと対策してほしいぜ。ヤクルトが結局 DeNA に勝って、優勝を決めた形となった。正直、こんな形で終わるなんて思いもしなかったぜ。ただ、次は日本シリーズだ。下克上だ。こんな調子で勝てるなんて思わないぜ。霊夢、ひよってんのか？こん中に、今日負けたけど、日本シリーズも結局とか思っているやついるの？いねえよな？万事の人かな？正直、今日勝てなかったことは本当に悔しい。この悔しさを晴らすのはクライマックスシリーズしかない。反省点は残る試合だったが、明日からはまた切り替えて、日本シリーズで下克上で勝って日本一を目指してほしい。本日はここまでだ。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。